はい、今回はですね、大河ドラマどうする家康第31回史上最大の決戦の感想をお話しします。小牧長久手の戦いですねを、まあ、描かれるですねのが3話構成になってますので、その前編というかね、プロローグ的なね感じですね。で、小牧ね、長久手の戦いっていうのはね、なかなかね、つかみどころがないというかね、まあ家康がね勝つんですけども、秀吉がですね調略で引き分けにしてしまうというね、なんともねはっきりしないね戦いなんですよね。ですんでね、他の大河ドラマではまあそういうね、まあ描かれてるね大河ドラマなんかなどかなではですね、意外とねこう流しちゃう部分ですよね。なんで ほぼナレーションで終わってるっていうね感じのドラマが多い中で、まあ3話は使ってねがっつりやるというね、チャレンジングな精神は好感がね持てますね。ただね、今回の史上最大の決戦はちょっとはっきりしなかったのかな、そんな感じでね思いましたね。まあプロローグですんでね、まあそこら辺はねしょうがないですけどね。それではですね、今回のね良かったところですね、まずですね室秀吉ですね、なんといってもあのラスボス感ですね、怖いですね。怖さがですね、信長とは明らかに種類が違うということですね。暴力的でね、ストレートな信長にね対してですね、もうずる賢いんですよね。まさに狼と猿ですよ。秀吉の口からですね、白うさぎのね言葉が出てきたのもね、もうびっくりしましたね、家康に対してね。これはまあ狙ってるようなねことですんでね、完全にね家康をね。あとね、石川数正がですね、初花高槻をね持ってね挨拶に行ったとあたりもちょっと裏表ありすぎですよね。あれはね、普通の人はね騙されちゃいますよね。もしね家康が石川数正ではなく、直接ね本人がね家康が言ってたら、挨拶に行ってたらですね、まあ殺されちゃいますよね。そんな感じしますよね。帰り道で待ち伏せされるとかね。室さんのですね、室剛さんのですね、あの猿芝居もね良かったですね。嘘っぽいっていうかね、ね嘘っぽい空港を演じるっていうかね、この辺がね、人たらしと言われる秀吉はですね、ああだったかもしれないなとね思いましたね。あとですね、サプライズ登場の白田優さん演じるですね森長吉ですね、ここだけですね戦国バサラ感がねすごかったですね。もう CG キャラクターのようにねかっこよすぎですよね。ちょっとそこだけね別世界というかね異世界というかね、そんな感じですね。ただね、まあ美しいものっていうのはですね、まあ見ててね気持ちが良かったですね。槍さばきもねすごかったですね。なんであの強さだとね、榊原忠次なんかですね勝てると思わなかったですよね。ね、なのでまあね、一瞬やられたかみたいな感じで演出でねそうなってましたね。まあ負けるとは思えないねキャラクターでした。ちょっとですね
新しい時代劇のね、未来が見えたようなね、気がしますね。まあ、エンターテインメントとしてね、考えるとですね、イケメン武将ね、ありなんじゃないですかね。阿部寛さんのですね、武田信玄もね、そうだったんですけどね、身長のね、大きな人の槍さばきってね、迫力があってですね、かっこいいんですよね。まあ確かに戦国時代の人ですんで、ああいうね、大きい人ではないと思うんですけどもね。ただやっぱね、映えるっていうかね、見た目にね、迫力あって言いよろしいですよね。あとね、石川数正のね、妻の鍋役がね、木村多江さんということですね。出奔のあたりでですね、鍋のね、見せ場があるのかなというね、予感はしますよね。あと、浜野ね、健太さん演じるですね、織田信雄ですね。あの、浜野健太さんのね、あの、まあ、ダメダメな演技というか、ダメダメっていうか、その、頼りない演技ですよね。あれはね、なかなかキャラクター的にね、グッドですね。あんな感じなのかな、だったのかなと思いますよね。なんで、浜野健太さんのね、役って、まあ、あんな感じのね、キャラクターばっかはね、演じてますんでね。やっぱ上手いですね。それではですね、次回ですね、第32回、小牧長久手の激闘。おそらくね、小牧長久手の戦い編、ね、三部作の真ん中ですんで、一番面白いところになると思います。予告編見てもですね、迫力ありましたんで、十分期待がね、できると思います。まあ最初でね、最後の家康と秀吉の戦い。しかも、珍しく、秀吉がね、負けるというね、戦いですんでね、楽しみですね。それでは、今回の動画は以上になります。